ひろゆきぶっ飛んだエピソード参戦。野蛮な中学時代、登校時校門の前に怖い先輩が立っていて、男子生徒はなぜか一発ずつ殴られるのだ。窓ガラスは1日で13枚割られたり、先生が殴られ失明するなど、地元でも野蛮で有名な中学校に通っていたのだ。この理不尽な経験がひろゆきの強靭なメンタルを作ったのだ。派出所で酒をばらまく、高校時代に友達と公園で酒を飲んで泥酔し、警察に連行されたのだ。手に持っていた酒のことを聞かれると、警官の目の前で酒をばらまき、何も持ってませんとニヤニヤ答えたのだ。ちなみに迎えに来た父親もニヤニヤしていたのだ。車にはねられる、原付バイク運転中に交通事故に遭うが、首が痛いなど通院を引き延ばし、その慰謝料でアメリカ留学したのだ。この留学中に暇つぶしで2チャンネルを作ったのだ。相川翔、矢沢永吉と衝撃の初対面。とある飲み屋で奥さんと飲んでいると、偶然矢沢永吉が来店し、矢沢ですよろしくと言って、握手を求める矢沢永吉に対し、相川翔も相川ですと言って握手したのだ。矢沢は握手したまま相川の目をじっと見つめ、目をそらしたら負けのような謎の戦いが始まったのだ。2人は握手したままの状態で、なんとお互い20分動かず緊迫した空気が流れたのだ。さすがにこのままだとまずいと思ったその瞬間、矢沢がパッと手を離し一言、相川翔最高と指を指して告げたのだ。相川は唖然とし、矢沢さんはプライベートも矢沢永吉なんだと衝撃を受けたのだ。相川翔曰く、矢沢永吉は今まで会った人の中で一番怖い大人と語っているのだ。佐々木希ヤンキー伝説参戦。神切りデスマッチ。地元の祭りの夜に行われる女同士のタイマン勝負なのだ。殴る蹴るに加え激しい取っ組み合いの喧嘩に佐々木は勝利。負けた女の子は制裁としてみんなの前で髪を切られてしまうのだ。この戦いで負け知らずの無敗伝説があり、タイマンで佐々木に勝てる人はいなかったのだ。教師を蹴り飛ばす、授業中に居眠りをしていた佐々木希は、男性教員に注意をされた時にびっくりして椅子から転げ落ちてしまったのだ。これに怒った佐々木は怒りのあまり男性教員の股間を蹴り飛ばした上、前歯を折ってしまったのだ。木下優香と睨み合い、木下は葛飾区のタイマン女王と呼ばれるほど有名なヤンキーだったが、佐々木と目を合わせた瞬間、こいつには勝てないと思い丁寧に挨拶したのだ。今では大の仲良しなのだ。和牛解散。なぜ？本当の理由。和牛が2024年3月末で解散することを発表したのだ。解散理由の一つはミスタの帰国癖なのだ。10年前にもミスタ主催のトーク番組で寝坊してしまい、無期限謹慎処分になったことがあるのだ。謹慎は50日にも及んだが、川西はミスタの謹慎が解けるのをじっと待っていたのだ。その時ミスタは申し訳ないと思い、解散を切り出していたのだ。もう一つの解散理由は、川西が鬱っぽくなってしまったからなのだ。M1 決勝に何度も残るが優勝できず、真面目な川西は相当悩んでいたのだ。その上ミスタの帰国が重なり、時代にくつくミスタに当たるようになっていたのだ。現在の状態では漫才や今後に支障を出す、と判断し解散をミスタに持ちかけたのだ。当初のミスタは解散を断り続けていたが、このままだと川西が鬱になってしまうと、しぶしぶ解散を承諾したのだ。アメリカ級でもいいから復活するのを待っているのだ。浜田雅功の歴代愛人も戦。さすが浜ちゃんビッグネームが勢揃いなのだ。一人目森田恵子、妻の小川夏実が妊娠中の不倫で当時は大騒ぎになったのだ。二人目内田恭子、この二人が愛人関係にあったのは業界では有名な話だったのだ。三人目高島彩、内田と別れたのは新しい愛人の高島彩が原因と言われているのだ。4人目小向井美奈子、小向井本人が話しているので間違いないのだ。5人目吉川舞子、浜田の別宅に出入りしているところスクープされているのだ。番外編、24歳美人エステティシャン、4回会って30万円ぐらいもらった。いわゆるパパ活と暴露されたのだ。不倫がバレるたびに松本人志が笑いに変え、ピンチを乗り越えたのだ。島田紳助はダウンタウンの漫才を見て、その漫才スタイルに衝撃を受け、コンビ解散を決意したのだ。引退後も不動産収入などで毎年10億円以上稼いでいるのだ。学生用のマンションも運営しており、安めの家賃設定で学生たちを応援しているのだ。
現役時代は大阪府の瀬町の豪邸に住んでおり、建築費用は7億円なのだ。しかし売却時は価格は暴落してしまい5000万だったのだ。島田紳助の総資産は数百億と言われているのだ。島田紳助の芸名は師匠陽之助の紳助でええやんの一言で決まったのだ。実は数ある芸名候補の中から紳助だけは嫌だと思っていたのだ。 M1 グランプリは島田紳助が企画し創設したのだ。ところジョージは10年続けていた YouTube を意図しない広告が自動付与されるようになった理由で躊躇なくチャンネルを削除したのだ。たけしさんまと仲が良く、彼らの裏番組には出演しないようにしているのだ。さんまが寂しい老後を過ごすことになった時のために自宅にさんまの部屋を用意しているのだ。ところジョージといえば世田谷ベースだが、他にも八王子ベース、同志ベース、山中湖ベース、沖縄ベースがあるのだ。アウトレイジの山王会会長の家は沖縄ベースで撮影したのだ。ところジョージは30代の頃黒沢映画に出演したことがあるのだ。ところさんがいると機嫌が良くなるため黒沢の隣に席を用意するほど好かれていたのだ。20代の頃からカツラの CM を断り続けているのは内緒なのだ。あばれる君は髪を伸ばすとこうなってこうなるのだ。あばれる君はテレビ企画の犯罪危険度テストで参加24人中1位の数字を叩き出し、テレビに出るのが最も危険な芸人と評されたのだ。小学生時代から目立ちたがり屋で、高校や大学の文化祭ではいつもお笑いネタを披露していたのだ。この頃からお笑い芸人を目指していたが、校長を務めるほど厳格な父親に反対されたのだ。その後頑張った姿を見せたら芸人になっていいと言われ、芸人になるため教員免許を取得したのだ。芸名はアルバイトでテンパった際に皿を大量に割ってしまった時に店長から命名されたのだ。高校生時代から交際していた同じ高校の先輩で1歳年上の看護師の一般女性と結婚したのだ。なんと純愛なのだ。新垣結衣と星野源の身長差は新垣結衣の方が1センチ高いのだ。初めてバレンタインチョコをプレゼントした相手は幼稚園の中で唯一自分より身長が高かった男の子なのだ。小学校時代はスピードに憧れて沖縄の芸能養成スクールを受験したが不合格だったのだ。中学校時代は女子バスケ部のマネージャーをしていたが身長が一番高いのになかなか試合に出ないので秘密兵器と恐れられていたのだ。高校の同級生には多部未華子がいて3年間一緒にお弁当を食べるほど仲がいいのだ。プライベートではかなりのインドア派でコロナ禍の自粛も全く苦ではなかったのだ。自宅でヒョウモンとカゲモドキを飼育していて餌のコオロギを養殖しているのだ。ガッキーは生きたコオロギを食べたことがあるのだ。